ジャンボの愉快な旅クラブ、旅は人生を豊かにする、ジャンボツアーズの提供でお送りします。ピアモーレピアモーレ、今日はジャンボツアーズで初めてとなる南アフリカをご紹介いただけるということで、このご案内を弊社初めてご案内させていただくんですが、はい、来年の5月までシーズンをいろいろ考えながら作らさせていただきました、はい、さあカタール航空で行きまして、翌日ケープタウンに着きます。ホテルの方にチェックインしていただきまして、はい、夕食はホテルでバッフェディナーを食べていただきます、はい、さあいよいよ翌日、うん、まずケープタウンの観光をたっぷり組み込みました、はい、さあホテルから車で40分ぐらい行ったところにハウト湾という湾があります。パフォーマンスのショーもこの画像で見ていただくのに出てきますが、はい、ハウト湾で、ドイカートまで、うん、そう船で15分ぐらい、オットセイの島でオットセイが何千頭と行けるんですよ。さあここで、ま、楽しんでいただいた後、はい、ずっと標高600メーターの素晴らしいドライブコースをご案内します、はい、チャップマンズピークドライブ、ケープタウンの絶景、ケープ半島の絶景を楽しんでいただきながら、はい、さあアフリカ大陸の希望峰とケープポイント、はい、こちらの方に皆さん方をご案内していきます、はい、さあいよいよその後はアフリカペンギンを見に行きましょう。可愛いんですよね、ちっちゃな巣穴の中に入ってて、はい、子供を大切にしているポルターズビーチの方に行きまして、うん、ここでアフリカペンギンをたくさん見ていただきまして、はい、さあ夕食後はライオンの丘とシグナルヒルからケープタウンの絶景を楽しんでいただきます、はい、3日目でございます、はい、世界で唯一世界遺産の中にある植物園、はい、ご案内します。カーステンボッシュ国立植物園の方にご案内します、はい、素晴らしい、我々沖縄では見たことのないような植物をこの観光地に訪れております。非常に日本人のガイドとして優秀な服部さんという女性に案内していただきました。その後ウォーターフロントといいまして、はい、ものすごく整備された後ろにはハーバーがあって、たっぷり時間を取ったりもしますので、はい、ハーバーからハーバークルーズとかいろんな島巡りの船も乗れます、うん、バブーンに注意。バブーン、何でしょうか。ヒヒがね、変なの食べてたらすぐ横取りするから、バブーンが出てきたらみんなバブーン注意よ、はい、あの辺りは本当に自然のナチュラルな、うん、あの大きな大きなダチョウとかも、自然のダチョウも出てきますよ、はい、もう南アフリカならではの自然の世界にたっぷり浸ってください、うん、さあケープタウンから翌日は飛行機に乗っていただいて移動するんですが、はい、飛行機で、はいはい、その後は世界三大瀑布のビクトリアとか、それは次週の方にご案内したいと思いますが、うん、ケープタウン魅力たっぷりで、世界中で今年一番、世界一訪れたい街、はい、ケープタウン3泊してたっぷり楽しんでください。続きは次週で。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。また来週。次週も今度は世界三大瀑布ビクトリアウォールズから南アフリカ周辺魅力たっぷり、次回はすごいよ。